はい、どうもリーベです、まあ、タイトルから、あります通り新型コロナウイルスに感染しましたという、まあ、一応報告、動画っていうか、まあ、音声だけになると思うんですけどですと、まあ、で今前提として、まあ、症状がだいぶ落ち着いてるっていう時に、撮ってますというところです。で経過を、お話ししますと、まず、まあ、今日撮ってるのが7月の、25日ですね。まず7月17、18あたり、これね最初ねなんか目に違和感があったんですよ。はい、ウイルスが目に入ったのかわかんないけど、右目じゃないな、まあ、両目かな、なんか目ん玉動かすと結構頭痛が走るみたいな、そういう目の奥が痛いみたいな、そういう感覚があったんですよ最初。今はないですそれは。で7月19日、右目が充血、まあ、結構な充血をしまして、最初結膜炎になったっていう話なんですけど、コロナ関係あるかちょっとまだ分かってないっす。はい、まあ、これ一生わからないと思うけど、7月20日に眼科に行きまして結膜炎って言われました。はい、でこれ最初言われたのが細菌性の結膜炎っていうことで、まあ普通に目薬2つぐらい処方されてで帰ったという感じなんですけど、これがもしウイルス性、まあ、いわゆるなんか流行り目っていうやつだと、なんか普通に結構、人にうつしちゃうんで、仕事とかも休んでくださいよってなんか言われるみたいなんですけど、これがその時は細菌性って言われたんで、まあ、まあ、コンタクト、まあ、事務してるんですけど、やめてくださいねっていうぐらいで、目薬2つ渡されて、まあ、1週間後ぐらいに来てください。と言われて終わりました。はい。で、まあ、その時に、まあ、7月20日土曜日だったんで、まあ、月曜日ぐらい、ちょっと、まあ、お休みしようかなっていうところで、まあ、仕事をね。で、7月22日の月曜日に、まあ、休みましたと。で、まあ、休んだのはいいんですけど、その時に、微熱がちょっと出て、で、まあ、喉も若干痛かったんですよ。違和感があるぐらいで。なんかおかしいなと思って、で、翌日に、まあ、内科に、まあ、これは行こうと、いうことで、まあ、翌日も熱下がんなかったんで、で、そこで、コロナの陽性が出ましたと。はい。いうことで、それが7月23日。まあ、今撮ってる一昨日の話なんですけど、で、そこら辺から喉痛が、まあ、ピークに達して、で、まあ、熱自体は自分はあんまり出なかったんですよ。まあ、最高でも 37.6 とか、それぐらいだったんですけど、で、7月24日、まあ、コロナ陽性って言われた翌日ですね。にはもう、熱が結構下がってきてて、まあ、喉痛だけっていう感じなんですよ。で、あと、問題なのが、その、目の方の充血が、右目、左目、両方結局充血して、右目の方が重いなと思ってたんですけど、まあ、ちょうど今日っすね。7月25日に、まあ、左目が、まあ、だいぶ良くなってきたかなっていうところで、今もう右目は、まあ、治りつつはあると思うんですけど、まだ若干おかしいなっていう、まあ、充血してるんですけど、いう状態です。まあ、なんで、この右目の違和感さえなくなってくれればいいなって思って、まあ、近々、まあ、ちょっとコロナになって、陽性になっちゃってたんで、眼科に行けないっていう状態だったんですけど、まあそこが落ち着いたら、まあ目も、
もう一回見てもらおうかなっていうところですね。はい。で、7月25日、今日は、まあ、熱もなく、まあ、喉痛も奇跡的にもう今ないんですよ。はい。まあ、なんで喋ってるって感じなんですけど。まあ、っていう感じで、若干、しんどかったよっていう一週間を過ごしてましたと。まあ、まだちょっと、完全に復活、完治してるわけじゃないんで、まあ、ここも安静にしながら、ちょっとなんで動画の方が若干止まっちゃうかもしれないですっていうところですね。はい。まあ、今日ちょっと一個動画撮ってみたんですけど、まあ、やっぱこの状態で、30分、40分、1時間とか喋ってんの結構辛いなっていうのは思ったんで、です。まあ、すごい病み上がり感がある動画が、多分、明日あたり動画出ると思いますけど、はい。一旦の、まあ、一旦のというか、コロナ感染してしまいましたという報告で、ございました。はい。なんで、今めっちゃ流行ってるみたいなんで、また、ね、なんか、手足口病とか、コロナ、あと何だったらわからんけど、その辺が流行ってるみたいなんで、ちょっとね、皆さんも お気をつけて、生活していただければと。まあでも、本当に自分もわかんないですよ。どっから拾ってきたか。なんでこれ気をつけようがねえじゃんとも思うのはあるかもしれないですけど、まあ今まで以上に自分も気をつけながら、生活していこうと思いましたという報告でした。以上です。ありがとうございました。